神社の泉、お宮参り。近代医療が発達するまでは、乳幼児の死亡率は高いものでした。子供の死亡率がとても高かったので、7歳までは神のうち、神の子という言葉が昔はありました。このため、子供が無事誕生し、成長するように様々な儀式が行われてきました。帯祝い。妊娠5ヶ月の犬の日に帯祝いが行われます。帯祝いが犬の日に行われる理由として、犬が多産であることにあやかるためだと言われています。帯祝いは妊婦の下腹部にお祓いをした晒し、木綿の腹帯、岩田帯を巻く習慣です。胎児の位置を安定させるためとも、その霊魂を安定させるためとも言われています。犬の日に安産祈願に行く風習があり、犬の日参りとも呼ばれています。安産祈願で有名な神社、東日本。1. 天引三楽法寺。2. 山中諏訪神社。3. 水天宮。4. 小安神社。5. 高神社。安産祈願で有名な神社、西日本。6. 敷地神社、わら天神。7. 中山寺。8. 大神山神社。9. 高音寺。10. 海八幡宮。お七夜。子供が誕生して7日目を迎えると、家族や親族が集まって、お七夜を祝います。この日に命名の儀を行い、生まれた子供の名前を半紙に書いて、神棚に飾ります。新しい家族が加わったことを神様に報告し、その加護を祈る行事です。初宮参り。生後一月ほど経つと、初宮参りを行います。お宮参りや、うぶすな参りとも言います。初宮参りでは、赤ちゃんの産着の上に晴れ着を着せて、地元の氏神神社に参拝して、生まれた赤ちゃんが初めて氏子入りをし、健やかな成長を祈ります。氏神神社とは、自らが居住する地域の氏神様をお祭りする神社です。うぶすな神社は、赤ちゃんが生まれた土地を守る神様が祀られている神社です。生まれる前から死んだ後までお守りしてくれる神様のいる神社とされています。他の場所に引っ越した場合でも守護してもらえると信じられています。お宮参りでは縁起が良い小物を着物につけて参拝するという風習もあります。着物につける小物は地域によって多種多様です。例えば、紐線は関西でよく知られる小物で、帯線とも呼ばれています。また、両親だけでなく、祖父母も一緒にお参りをします。バツと犬が時代の流れとともに変化して、額に大と小という文字を書くようになったと言われています。男の子には大きく元気に育つように大、女の子には優しく健やかに育つように小という文字を額に書きます。一般的に男の子は生後31日目、女の子は32日目にお参りするのが良いとされています。お食い初め。生後100日目から120日目頃には、お食い初めの儀式が行われます。一汁三菜の祝い膳を用意し、邪気を払うとされる白木の柳のお箸で、
子供に初めて食べさせる真似をします。白木の柳のお箸は、祝い箸とも呼ばれ、柳などの白木の両端を細く削った箸で、お正月や婚礼といったお祝い事の食事で用いられます。歯固めの石。また、生後100日前後には、早い子だと乳歯が生え始めます。歯固めの石を氏神神社の境内から拾ってきて、丈夫な歯が生えるように、という願いを込めたりもします。地域によっては、歯固めの石として、梅干し、栗の実、紅白餅、タコなどを使うこともあります。一生食べることに困らないように、との願いが込められています。現在では、シリコンや木などの素材を使ったものや、キャラクターの形をしたものを使うことが多いです。初節句。その他には、赤ちゃんが生まれて初めて迎える節句を、初節句と言います。男の子は5月5日、女の子は3月3日にお祝いします。3月3日は桃の節句やひな祭りと呼ばれ、もともとは邪気を払うために、みそぎやを払い、お供えをする日でした。桃は縁起がいいとされる植物の一つであり、節分では桃の木から作られた弓で、邪気を退ける儀式も行われてきました。また、古来より中国では、桃の木が不老長寿を司り、薬剤や病魔を寄せつけない邪気払いの力を持つ木として重宝されてきました。男びなと女びなを中心とするひな人形に、桜や立ち花、桃の花など木々の飾り、ひなあられやひしもちなどを備えました。ひな祭りの日に、ちらし寿司やはまぐりのお吸い物などを食べたり、あられ、白酒などを用意し、お祝いするようになりました。5月5日は、端午の節句や、勝負の節句と呼ばれます。男子の健やかな成長を祈願し、各種の行事を行う風習です。端午の節句には、五月人形を飾ったり、鯉のぼりをあげたり、柏餅を食べたりします。端午の節句で、鎧や兜を飾ることは、武家社会から生まれた風習です。男の子の厄除けと、立身出世を願う目的で、お祝いするようになったのは、江戸時代以降と言われています。初節句には、母方の祖父母から、鎧兜や、鯉のぼり、ひな人形などが贈られます。これらは、子供が無事成長するようにと、願いを込めた縁起物です。立ち餅。生後1年目の、初めての誕生日に祝いの餅をつき、一升の餅を、子供に背負わせるという習俗がありました。この習俗は、立ち餅、尻餅、力餅など様々な名前で呼ばれました。一升餅の一升は一升に通ずるとされ、一升食うに困らないように、との願いが込められています。また、あまりに早く歩きすぎると、家を捨てて遠くに行ってしまうというので、わざと子供を転ばせることもあると言います。このような伝統的なしきたりがありますが、ご家庭や地域に合わせて柔軟にお祝いするのが現代のスタイルと言えます。